登録者数25万人達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。常々リスタートみたいなね。うん、そうですね、うん、結構大きな挑戦ですね。大きい挑戦、人として恥ずかしくないね、生き方を。どうもポンコツライスの昴生です。マリコです。ホタちゃんです。ちょっと気合いです。何はい、ということでですね、登録者数25万人達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、嬉しいね。はい、ということでね、まあ前回ね、あのお話しした時は10万人の時でしたね。ここからもうね、この子も生まれて、本当いろいろありましたね。そうね、はい、あの動画見ていただくと分かる通り、本当に私たちなんか濃厚な日々を過ごさせていただいておりますが、去年の8月だっけ。そうだね。ああ、そうでもね。そうだね、はい、めっちゃ暑い中撮った気がする。8月10日とかで暑い中やったんですけどこのね、そちらの銀の盾動画のそう撮ったね。本当にね、ちょうど去年の達成時にこっちにここの家に引っ越してきたばっか でその後僕熱中症だったりとか、なんかインフル、コロナだったりとか、マリコもで、僕も仕事もね、いろいろ体調の都合とか、まあ、いろいろあって辞めることになって専業になったりとか、その後もまた体調を崩してとか、鬱っぽくなって、鬱っぽくなったりとか、母親亡くなっちゃったりとか、その後はポンちゃん生まれて、その後もね、いろいろございまして、節目節目でもう動画で、まあ、報告というか、うん、出させていただいて、その度に本当に温かいコメントとか、はい、あの心配のコメントとか、あとはお祝いのコメントいただいて、うん、本当にそういう皆さんの見てくださる方に支えられてここまで、うん、はい、何回折れそうになったって、何回折れたことかいやそうだね、なんかこうよく動画構成も本当編集しているなっていう状況の時も、はい、あのしばしばはい、あったので、まあ、今でもそうなんですけど、そうですね、結構根性だけでやってた時期もあるんですけど、やっぱその時もやっぱ再生してみてくれるコメントとか、うん、みんなの声がね、やっぱガソリンでした。もがきながらまあこうやって楽しくあのポンコツライスの活動を続けさせていただいていることを本当に改めて感謝したいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最近は10万人の時よりもさらに何でしょう、やっぱ家族が増えたこともあって、結構ファミリーとして見られることがちょこちょこ増えてきて、外出先でもほぼ毎回ぐらい声かけられてて、今俺ああってなんかもう前つい最近だったの、長野県のそこのね、エナのインターンだったんですよ。そこでもね、なんか固まってたよね結構ね、声お声かけいただくことがね多くて、 YouTuber っていうかなんかこうポンコツライスとしての自覚っていうか、いい意味でもっと背筋伸ばして胸張って、ポンちゃんの目を見てもね、目を見て言えないことはもうしないでおこうというか、もうそういうね、決意が強くなりました。そうだね、はい、なんかこう発信者としての自覚がやっぱり10万人の時と比べてすごく出てきたなっていうのがあって、うん、子供たちにも、まあ、こういうチャンネルをやってたりとか、まあ、どう思ってるのかっていうような話を、あそこもね、うん、したりとか、うん、家族会議じゃないですけど、そうですね、で、まあ今次のステップって感じですね。なのでこう本当にあのカップルチャンネルっていう風になってますけど、まあ、ポンちゃん含め子供たち関わってくださる方含めて、すごく多岐にわたって、はいはい、あのいろんな動画を出させていただいてるなという風に思っております。人として恥ずかしくないあの、ね、生き方をしていきたいという風に改めて思っております。ニューニューな兄弟ってことで、まあ改めてね、あのこうして感謝を伝えられること自体がね、うん、本当に嬉しいことなんですけど、はい、まあ、まだまだ私たちはあのもっとね、ポンコツライスを大きくしていきたいと思ってますし、いろんな方の貢献になれるように活動を続けていくんですけども、ポンコツライスメンバーシップ会員募集中。今まではやっぱ年の差なので、年の差とかパートナーシップとか、うん、あの夫婦関係についてあと、まあ、セキュラな部分ですよね、私たちの強みとして、隠し事を言わずに向き合ってきたので、そういうところを政治上もそうですし、喧嘩とかも夫婦の間でパートナーシップうまくいかないこととかを出す動画をいろいろ出してきたんですけど、なんか今後はそこだけにとどまらずに、僕で言うとやっぱ、まあ、今も睡眠障害とかも10年ぐらいあるんですけど、体調ですよね、食と健康ってところにやっぱいろいろ、まあ、自分の見た目のコンプレックスとかもあって、そういうところから食事と健康にすごくこだわってるところがあって、でマリコはマリコで、まあ、体型コンプレックスでヨガとかに行ったのもあるんですけど、あと歴史とか神社とかポンコツライスらしさっていうか、なん
か私たちの持ってる引き出しっていうか、うんうん、私たちが持ってるこだわりっていうのは結構ね、あの2人ともオタク気質だから極めてる部分があるので、そこで何かあの動画で楽しんでいただけたりとか、そういうコンテンツで何かこう貢献になればなっていうことで、ね、マリコで言うと今年40歳だからさ、そういう美容とかさ、まあ、同年代すごい気になるじゃん、同性だと、うん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 、そういうところもね、しっかり、まあ、もうちょっとね、ポンコツライスの幅を広げて、うん、世の中に発信していきたいなって話しちゃってました。はい、新しいジャンルへの挑戦っていうのが、うんね、25万人っていうところで、うん、やっぱり視聴者、ファンの方々がすごい増えてきたので、僕たちとしてはもうちょっと距離感近く動画を出すのと見る側ってところで、もうちょっと声を聞いたりとか、いろいろコミュニケーションを深めていきたいなっていうところがあったので、先日メンバーシップを始めました。はい、そのメンバーシップの中でよりクローズなっていうか、うんうんうん、限られた、メンバーの中でしか出せない話題とか、例えば個別でお悩み相談じゃないですけど、そういうのをご連絡いただいたりとか、まあ、動画にも以前出してきたんですけど、やっぱり夫婦問題とか公で言えないこともあったりとかするので、まあ、あといやコメントたくさん来るので、可能な限りもう一人ずつですよね、ほんと一人ずつお話を伺ったりとか、はい、まあ、限定ライブとかでちょっとこう内輪のお話ができる場作りというか、ポコツライスっていう存在を通じて、まあ、横のつながりというか、そういう出会いとか、はい、そういう場を視聴者の皆さんと一緒に作っていけるようにメンバーシップも築いていきたいなっていうところがあります、はい、結構大きな挑戦ですね。大きい挑戦メンバーシップって YouTube だとやっぱ収益的に広告収益ってところですけど、メンバーシップはもうやっぱお金をそのまま視聴者さんに出していただいて提供するものなので、いかに見てる人に喜んでいただくとか、何が自分たちにできるかってところをここ最近すごい話し合って考えたりもしてて、そこが今後の課題じゃないですけど、目標というか、第三者の方々 の、あの、うん、ご意見とか率直な感想とか、すごい私たちがその動画を作ったりとか企画を作っていく上で、2人だけではこう思いもよらなかったアイディアとかすごくミックスされることで、もっともっとそのポンコツライスの面白みとか、うん、テーマとかネタの幅も広がるんじゃないかっていう風に感じているので、こう動画を発信するっていうと私たちからのこう一方通行になるんですけど、ね、メンバーの方々からもこう意見を出していただいたりとか声をいただくことで、なんかこう一緒に作り上げていくみたいな、うん、そういうチャレンジを、はい、始めたところです、はい、ですね。視聴者さんともっと距離感を近づけていきたいというところが元々の経緯なので、うん、最近は YouTube ライブもいっぱい公開始めて、そうだね、メンバー限定だけではなくて、うん、やっぱポンコツライス全体として前のめりにね、前のめりにね、前のめりですね、はい、今後は、まあ、僕とねマリコの得意分野とかそういうのもしっかり出しつつも、うん、ポンコツライスらしく楽しくふざけておかしく赤裸々に発信を続けていきたいなと、はい、はい、意思表明です達成動画で、言葉にすることで私たちも改めてこう気持ちが、切り替わるというか、常々リスタートみたいなね、うん、そうですね、うん、フレッシュな気持ちで今後もやっていきたいと思います、はい、ということでね、まあ、今後のポンコツライスに、もしよかったらなんですけど、コメントで今までポンコツライスを見てくれた理由だとか、今後やってほしい企画だったりとか、そういうのがございましたら、また気軽にコメントください。コメント自体は、はい、全部 100% 見ておりますので、はいはい、これからもはいポンコツライスをよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ってことで、はい、ってことで、チャンネル登録とコメントと高評価どうぞよろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございました。